チート、ギフテッド、アラワザ。始まってるんですか？ボンテッド、これ禁じ手、明らか盲点。一生わかんないっすよ、みんな。マグデ、マグレ、認めねえ絶対、マジで全部生身で、いっつん生身、いっつん生身。イェイ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 、シュールすぎる。ビッバンバン、ビッバンバン。マサシンさん、ブリンバンバンボン、正解。すげえ。さあどうぞ。これやばいよ。歌えるのか。ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、バンバンボン、ツーザネス、ツーザイツバンウェイ。どっちの方が歌えたかっていう、はい、いじゃあつぐみいけ、いいですか、すいません、歌いて本当にわかるの、いや、うん、でも、これだけ本当分かっちゃうんですよ。あいいですか、本当に歌えるのか。鏡よ鏡、答えじゃダメ。いや、ダメということで、昭和チームに7ポイント。それなんすか、音程問題とかそういうことですか。なんかちょっとイラッと主観まさかの主観ジョイサンドエンタメチャンネル、今回は X パークの早押し機能を使って歌詞で曲当てクイズ。歌詞の読み上げを聞いて分かったら曲名を回答、さらに歌唱、正解したら5点、さらに歌えたら2点追加、合計7点を獲得できます。歌えなかった場合は別の方に回答権が移ります。 Z 世代チームと昭和チームがカラオケルームで世代間交流します。昭和チームリベンジなるか。親父の意地を見せろ。君の心へ続く長い一本道はいつも僕を勇気づけ。残念、これ昭和歌謡ランキングかなりトップにあります。マジ？でも、はい、当たってるわかんない。てかチューリップさんで青春の鐘。ちなみにどんな歌だっけ。チューリップの花が咲いた。名曲に挑戦するのはじゃあ一曲かも。はい、いけよ。いいっすか、すいません。これ歌えたらもらえるっすね。これ、これでね。君の心へ続く長い。歌います。マサチンさん歌います。マジ？マサチンさん歌えちゃったらつぐみさんのとこ丸丸カットです。うわー、マジやねん、歌わないで。昭和世代の実力を見せることはできるのか。君の心へ続く長い一本道は。オッケー。うわー、絶対じゃん。これ、私歌う必要なかったですね。カットしました。次の最新曲問題は、はっ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 はい、安藤が即答、見事正解。さらにしっかり歌い上げて。オッケー。この問題で7点を獲得。歌い出しがタイトル名、お酒なんかでごまかさないで本当の自分を実装。はい、つぐみさん、お酒なんかでごまかさないで。いやいやいや、いやそうなんだけど。え、正解。嘘つき。嘘つきいる。きっとあんたにお似合いの人がいる。ラブイズオーバー。ああ。安藤さん。ラブイズオーバー。誰の歌ですか。え、誰の歌。え、歌手名ですか。尾崎豊。ダメ。次に早かったのはマサシネさん。オンヤンピリ。正解。うわー、ではマサシネさんどうぞ。Love is over.
変わってしまったんだ。あっ、めっちゃわかりそう。だから私は分かったよ。分かる。涙を死ぬほど流し歌うのです。この歌が決して嘘だと思われよう。上げて下げないで。分かんねえかったな。金よりマサルさんの26でした。歌える過程からどうぞ。いきますじゃん。また行けと。本当に歌えるのか。全てが変わって。ダメ。ぽいのに。なんか全部ぽい。全部ぽく言ってる。前だ。そうなんです。すごいね。ない曲歌うのは得意なんですか。一番ちょっとこの間のレッスンで自信つけちゃったね。そうなんです。よかったね。もっと勝手に恋したい。もっとキスを。わかる。マサチネさん。安全地帯のワインレッドの心。正解。オフィスステージだ。Z 世代の曲、もう誰もわかんないっていう。僕らに昭和の曲続けます。おー風、さんざんと。あーこの身に、つぐみさん。美空ひばりの愛さんさん。正解。うわーやー頑張れー。これめっちゃ好きなんですよ。つぐみ、お箱を披露。そうですね、まあ、今芸人のほうやらせてもらってて、で当時から走る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 雨散々とこの身に落ちて。おいでイスタンブール、恨まないのがルール。今わかんない。ブルブルイスタンブール。残念。あ、なんちゃらイスタンブールは合ってる。おお合ってるって。ショーのマヨさんの飛んでイスタンブール。え、これ何サビ。でもいけんじゃないですか。多分歌えるのか。やばいですね。いつか忘れて自宅の。うまい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 。現在23対14で昭和チームのリード。うわ、10点ぐらい違う。次の問題が最終問題。マジで。じゃあ100点で。はい、100点。最終問題100点。出演者が決めることです。確かに。次の問題、歌詞が分かれば勝ちポイント。歌詞が分かれば、歌えたらプラス2ポイント。おお、キリキリ。これによって勝負逆転ができる。おお、これは早押しクイズです。どういうことですか。どういうことですか。早押しの準備お願いします。はい、早押し。歌詞の冒頭からお伝えします。じゃあめちゃめちゃ分かりやすいってことだ。そういうことだ。そういうことだ。 I love you。 あもちろん歌い手の名前も言えなければです。あ、ねえ、これ I love you って言うじゃないですか。アイラブユーって2個あるんですよね。え、有名な曲が絶対に。これね、昭和でって言ったら尾崎豊さんのアイラブユーなんですよね。はい、正解だ。まずの正解。よっしゃー。一点を追いかける Z 世代チーム安藤由紀、歌えたら勝利。お願い。さあ安藤由紀、勝利に導くことはできるのか。お、サビ。優しさ持ちよりきつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまうように。OK!
歌っていうのは歴史があって、はい、今流行ってる歌もあるけど、ずっと昔から人気な曲もカラオケの上位ランキングにあってっていうことで、はい、どうですか。いやもうやっぱ素敵ですね薄いな薄昔ね、あのバーで働いてたことがあって、うん、おじさん方の曲ずっと聴いてたんで、うん、結構ずっと昭和の曲聴いてたんですよ、うん、だからすごく素敵だなって思います、まあそうですね、だから昭和の名曲も本当にカラオケで歌ってみるのも本当にいいなって今日思いました、うん、わー、本当に、はい、昭和の曲、逆にまあ昭和世代だけじゃなくてですけど、うん、もう Z 世代チームを含め、うん、Z 世代の曲どうですか、勉強したくなりました。でも今の Z 世代の曲、そのろれつがめっちゃ早いから滑舌も良くないと歌えないんで、うん、高度な歌がなんか一緒になってくるのかなみたいな思ったんで、はい、ボイトレ通います一番頑張って、はい、一番頑張ります、マジで。女子さんとも Z パークで、はい、通いますね、はい、ぜひ通ってみてください。通いたい。大好きなあの歌の歌詞を今一度見返してみようと思った方は、グッドボタンと高評価と通知音を、そして動画へのコメントお願いします。ありがとうございました。